オーミテングヤシは南アメリカ大陸のアマゾン熱帯雨林気候における低湿地の沼地に群落が見られるヤシカテングヤシ族の高木である。成木は幹の直径が約60センチメートルほどで樹高はおよそ30から35メートルほどになる。オーミテングヤシの果実果実を食用、果汁から果実種、髄はパンの代用に用いられる。繊維は 魚毛、ハンモックトーズナとして用いられる。葉は、屋根吹き用、幹は健在に用いられる。その有用性から1980年代頃には、乱獲が危惧されるようになってきた。果実より取れる食用油には、トコフェロール、カロテン、オレイン酸のトリグリセリドである、トリオレインといった栄養素が含まれる。また葉からの抽出物を分析すると、タンニン、フラボーノイド、 カテキン、ステロイド、トリテルペン、サポニン、カプリン酸、ラウリン酸、ミリスチン酸、フタル酸、パルミチン酸、ステアリン酸、リノール酸、リノレン酸、シトロネロール、フトール、テルペンといった成分が含まれており、健康食品や化粧品などの応用に有用な可能性がある。ありがとうございます。